皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。浜川大学の小坂です。さて小坂先生、はい、前回から小金井市立前原小学校の松田隆校長先生にお越しいただいてるんですけども、校長先生自ら新しい学びにどんどんチャレンジしていく姿勢、その課題に対する意識、さすがですよね。すごいですよね。もう組織のリーダーシップなんて僕のね、研究テーマでも一つもあるんですけど、まあ、率先垂範が大事なんとかですね、いろいろ言われるんですけども、ああいった形でですね、まあ、校長先生自らがですね、前に出てきてくださるというのは非常に心強いことなんじゃないかなと思いますね。そうですね。やっぱり先生たちが、まあ、従来の学びから新しい学びへチャレンジしようと思った時に、まあ、校長先生がそこに理解がある、もっと言えば自分でこう見せてくれるなんていうのは非常にやっぱり後押しになりますよね。そうですよね。もう松田先生非常にこうビジョンがしっかりしていて、でそういったことをきちんと情報発信内外に対してやってくださるので、まあ、そういったものがすごい心強く思うんじゃないかなって気がします。はい、後編も楽しみですね。はい、はい、それでは後編のご紹介いってみたいと思います。ゲストスピーカーは前回に引き続きまして小金井市立前原小学校の松田隆先生。プレゼンタイトルは僕がプログラミング教育に命をかける本当のわけです。松田先生お願いいたします。どうぞ。新しい学びの象徴がプログラミング教育だと考えます。まずは本校で実践したプログラミング教育の動画をご覧ください。面白い、楽しい、でもちょっと難しい。授業した指導者にとってはインクレディブル、信じられない。通常の授業だと5分持たない子たちが2時間続きの90分の授業を集中して取り組みます。それはプログラミングの学習が子どもたちにとってはゲームだからです。東大の藤本先生がゲーミフィケーションの4つの要素を挙げていました。しつこいまでの楽観性、至福の生産性、ストーリー性、ソーシャル性、これらの要素が子どもたちを集中させ、意欲を喚起し、共同する楽しさを味わわせます。そこに、端末のファンクション、アシスティブ、アダプティブ、アクティブが重なることで学びはアメージングになります。テッドトークの姿ミトラが自己学習能力にまつわる試みのスピーチをしましたが、大変素晴らしいスピーチでした。私もその通りだと思います。子どもたちは自らが学ぶのです。ですから先生はティーチャーではなくてファシリテーター、この役割を意識することが大事だと思います。従来授業はクソゲーという危機意識を持って、自分たちがこれまで育んできたマインドを変えてみること、それが極めて大事なことだと思います。学校は勉強する場ではありません。自分で学び、仲間と学び合う場です。もっとやろうよ、素敵な時間。もったいないじゃないか。文科省だって言ってるよ、どんどんやれって。これは、
有識者会議の議論の取りまとめから持ってきた文章です。要は、小学校の学級担任が総合的な学習の時間を使って、第四次産業革命の真っ只中を生きる子どもたちに、プログラミング的思考を育む学びをどんどんやれって言ってることなんです。ただ、これは諸刃の刃っていうことも分かっています。だからこそ、遠慮しないで、どんどんやっちゃおうぜ。できることからやればいい。とっかかりはビジュアルプログラミング言語だと思います。この夏、スクラッチの NHK の放送が決定しました。様々なプログラミング言語があります。どれから取っかかればいいんでしょうか。関係性を整理してみました。スクラッチを真ん中に置いたときに、スクラッチライク、スクラッチベースな言語もたくさんありますし、そこより操作が簡単なスクラッチジュニアに代表される低学年向きの言語もあります。それからロボットを制御するような言語もあります。また、手継ぎ型言語とは違う対極にあるビスケットのような言語もあります。このような体系を意識して自分たちの学校に合うプログラミング需要を組み立てていくことが大切なんだろうと考えます。従来教科で育んできた学びと、プログラミングの授業で育む学び、それの応換で、プログラミングの授業は形成的な評価の場となると考えます。ですので私は少なくとも年間20時間程度の授業が組み立てられることが大切かなというふうに考えています。20時間、こんな年間指導計画を考えてみました。一学期は導入です。プログラミング面白いということを伝え、二学期はスクラッチやマイクラを使いながらプログラミングに習熟し、三学期は自分たちの生活に関わることを改めて意識させるためにロボット制御をしたらいいんではないかと考えています。夏休み、Y プログラミングを見てくるように宿題を出します。それから一学期、二学期の最後にはビスケットを使い、手継ぎ型言語と宣言型の言語の相違からコンピューターサイエンスに気づくような学びもしてみたいなと考えました。プログラミングの授業は従来の授業とは全く違う授業となります。アメージングな学び。そんな学びにあふれるクレイジーな学校を作っていきたい。それが子供の未来に責任を持つ教育を実践することにつながると考えているからです。ありがとうございました。授業で使えるツール活用講座、玉川大学工学部の小坂井です。今回も Chromebook のお話をですね、していきたいと思います。この Chromebook、どんな感じで使っていけばいいのかななんて思ってる人結構いるかもしれないんですけれども、今日お話ししたいのはですね、こちらです。Evernote。この Chromebook をノートブックとして使い倒そうというのがですね、今日の趣旨でございます。Chromebook ですね、まあそもそもネットにつながってますから、この Evernote を使うときだって別にもう普通に使えちゃうわけです。もちろんタブレットだとかスマホ、もちろん Mac、PC なんかでもですね、このエヴァノートのファイルというのはですね、もうシェアできますから、まあ、もう存分に使っていただいて大丈夫だと思います。で、こちらのですね、まあ、いろんなアプリの方からですね、データをもう、とにかく入れ込んじゃえ、もうっていうことができますので、まあ、もう何でも入れちゃえばですね、それだけ賢く使うことができるので、もうとにかくこれをベースにですね、仕事をして、するっていうのも結構いいんじゃないかなと思います。で、こちらのエヴァノートなんですけれども、私自身がどう思っているかというと、このひらめきを検索するツールだと思ってます。データの中身とかですね、このようにファイルの PDF の中身なんかもですね、OCR 認識されて、まあその文字として格納して、まあそれが検索できますから、もうなんか自分がひらめいてことをですね、検索すると、
仕事の時に役立つ情報なんてのを出てくるってことができるので、非常にですね、こう、仕事でもやりやすいです。これを教室なんかでも使ったりすると、違った授業なんかが演出できるんじゃないかなというふうに思います。特にですね、この授業だけでは、授業なんかでは、ブラウザーを使うっていうことで、十分ですね、使用に耐えますので、まあ、Chromebook でも安心して使いこなせることができると思います。でまず、このようにですね、パーソナルなノートブックに文章を書き置きます。ね、こちらの方にいろんなことですね、学生さんが書いてもらうなんてことをしてですね。で、その後、複数ユーザーが、こう、共有するノートブックの方でその文章をシェアすることによって、みんなが作業できるワーキングスペースというのができるようになるんですね。こういったところでいろんな人とですね、話し合って、まあ、その、こういうアイデアがあるぞって言ってるのが、そういう授業なんかもできると思います。で、メッセンジャーの活用もできるので、まあ、実際に授業から離れてですね、タイムラグがあって作業するって場合についてもですね、あれ、この文章見といてくださいね、なんていうことができるので、結構このメッセンジャー機能というのもですね、チームワークにとっては非常に重要なツールかなと思います。で、文書管理なんですけれども、これコツがありまして、この括弧を多用するとですね、すごくいいのかなと。で、特にこの括弧をですね、何種類か使うとですね、このタグの順番とかも制御できますし、カテゴリーごとにこの括弧っていったものでですね、タグをつけるなんかすると、まあ最初の括弧の字を入れたりするとですね、こちらのようにですね、この候補がなんか出てくるので、非常に使いやすくなります。私なんかもこの名詞なんてやったりすると、この括弧をですね、片括弧だけ入れたりすると、この名詞っていったのタグが出てきたりするので、非常に管理しやすいっていう形で、こういう括弧を使うようですね、しております。はい。クラウドのストレージとのですね、こう使い分けなんてもできるんですけども、まあ、こちらに出てるようなクラウドのね、ストレージなんていったものは、どちらかというとファイルの蓄積だとか共有、再利用なんかに使うものなんですけども、一方、エバーノートっていうのはですね、まあ、情報の蓄積、共有、それによるですね、まあ、気づきといったものができるので、やっぱこういう気づくための、この知的作業っていったことについてはですね、やはりこちらのエバーノートみたいなツールの方がいいんじゃないのかなと思います。はい、まとめます。個人の知識をチームの知恵に、教室にイノベーションを起こそうというのが今日の標語でございます。次回もよろしくお願いいたします。はい、ということで2週にわたりまして小金井市立前原小学校の松田隆校長先生のお話伺ってきたわけですけども、いかがでしたか？そうですね、やっぱり熱い先生だななんていうふうに思いました。で、特にですね、やっぱりこうなんていうんだろうね、ああいう立場になると、まあ、率先生なんかやったりするといろいろ内外からですね、いろいろ言われたりすることもあると思うんですけども、そういったことにですね、守りに入ることなくチャレンジしている姿勢っていうのは本当かっこいいですよ ね。でも今回のプレゼンの中でも実際に松田先生がやったプログラミングの授業、動画で出てきましたけども、生徒たちの危機とした表情、あれはやっぱりもうやるだけの価値あるなって感じですよね。そうですよね。なんか昔の授業はクソゲーって言ってましたけれども、なんかその BB8 を使ってですね、相手引き込んで、やっぱゲーミフィケーションってああいうことを言うんだななんて言ってね、こう原点みたいな気持ちになりました ね。ぜひ今後の活動も楽しみにしていきたいと思います。はい、といったところでお時間になってしまいました。IT チャズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week。Thank you.